はい、改めまして皆さんおはようございます。今もですね、専属アナウンサーが今の状況について詳しく説明してくれましたけれども、今ですね、本当にまだこの聖書に対して非常に関心を持たれて聖書のことを学んでいらっしゃる、女性の方々もですね非常に多いんですね。これ終わってからもですね一緒にね、クリスチャンと一緒に聖書テキストを使って学んでるんですけども、日曜日もね終わってやってられますが、パッと見てですね感じるのは女性多いなと思います。男性あんまりおらへんなと。で、今度はまたこの集会でも、洗礼というですね、バプテスマという式を行うんですけれども、その方も二人とも女性でね、で男性何してんのかなと思うんですけども、何が違うんかなと一つ思いました。女性にはねレディースタイムあるけど、男性にはジェントルマンタイムないので、圧倒的に聖書の言葉に触れてるのは女性多いなと。でその祝福をですね女性受けてるんじゃないかなと、勝手に思ってました。はい、このレディースタイムでは私はマルコの福音書を順番に見てるんですけれども、前回からですねちょっとゆっくりやろうかなと思って前後半に分けることにしました。で今回は10章に入りますが、10章の前半ということで、お手元にですね、聖書がある方は開いていただけたらと思うんですけれども、今日のメインテーマは固くなな心からの解放ということです。固くなな心からの解放、実は固くなな心で、本当に損をしてしまっていることってたくさん、あるんですけれども、特に神様の前でね固くなになることほど本当に残念というか惜しいことはありません。はい、一つ目見たいのはですね、神が定めた結婚ということです。このマルコの福音書の10章は最初にこの結婚のことからですね始まるんです。結婚じゃなくて実は離婚のことから始まるんですね。ということで、まず神様が定めた結婚ということで考えていきたいと思います。マルコの福音書の10章の、2節からですね、前に掲示するのは2節からです。ちらっと1節ね、もう先読んでもいいですけども、はい、それでは2節からお読みしたいと思います。パリサイ人たちがやってきてイエスを試みるために、夫が妻を離縁することは律法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。次5節。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。もう一つ。それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません、というまずここまでですね。神が定めた結婚ということを考えたいんですけども、見てお分かりのように最初ね結婚の話が始まったんじゃなくて離婚の話から始まったわけです。そして、この最初に見て分かりましたようにね、イエスを試みるためにということで、実はこのパリサイ人たちはイエス様のことがあまり好きじゃなかったんですね。これ理由の第一は、これね妬んでるんですよ。あまりにもイエス・キリストが注目を浴びていたので、でいろいろね言葉れ尻をつかんでイエスを陥れようというふうに思ってたんですね。で試みるために、でその試みるために使ったのが一つの難しい問題でした。このパリサイ人たちも実はこの離婚の問題についてねいろいろ意見があったんですよ。
で、いろいろ意見があったので、これをですね、イエスをこのちょっと困らせてあげようみたいな感じで、夫が妻を離縁することは立法にかなってるかと質問したわけですね。さあ、夫がですね、妻を離縁するというのは、これは、この当時ですね、まあ、夫が離縁状、下に書いてありますよ、離縁状を書いてね、もうお前なんかダメだってことでね、離婚だって言って、まあ、離婚していたんですけど、じゃあね、どんな時に離婚してもいいかっていうのがありましてね、まあ、この当時ですよ、この当時、今から2000年前、2000年前に、大きくね、2つの考え方があったんですね。これね、シャンマイとヒレルと、これはイエス様よりも少し前の時代にいた教師の、ユダヤ教の教師、ラビと言われますが、この人たちの考え方なんですよ。で、このシャンマイという人はどんなふうに考えていたかと言いますとね、離縁はまあ致し方ないけども、これはもし妻がまあ不貞を働いたら、この時はもう離縁してもいいと。でもそれ以外で離縁するのは良くないというふうにシャンマイという人は言って、この彼の弟子たち、シャンマイ派と言われる人たちはそんなふうに考えてました。けどもう一つですね、ヒレル派というのがありましてね、ラビヒレルという人がいて、このラビヒレルという人は、いや、不貞までひどくなくてもね、もっとこの身近な問題でもね、離縁するとしてもいいと言ったんです。じゃあこの身近な問題って何かというとですよ、料理焦がしたらって。ごめんなさい。料理焦がしただけでね、これ下手くそやなみたいな感じで。それとか食事がまずいと。それだけで離縁してもこれはしゃあないなというふうにヒレル派は言ってたんですよ。で、まあ、そういうことをですね、まあ、この立法にそのかなっていますかって書いてますように、この当時もですね、ユダヤ人たちっていうのは神様の言葉であるこの立法、旧約聖書、これにですね、どう対応していったらいいかっていろいろ考えていたんですね。で、その二つの、まあ、意見が、あったんですけれども、聖書自体はね、どう書いてあるかと言いますと、もう今日開きませんけど、申命記というところにこういうふうに書いてるんですね。何か恥ずべきことを見つけたために、夫がこの妻を気に入らなくなったら、離縁状を渡してもしゃあないかな、みたいに書いてるんですよ。ところね、何か恥ずべきことって、じゃあこの恥ずべきことっていうのをこの今言ったこのユダヤ教のねラビたちは考える、これな、恥ずべきことって何かなと。いや、これはもう不貞に違いないとかね、いや料理下手やったら恥ずかしいやろみたいな感じで、もう離縁してもしゃあないみたいに思っていろいろ考えるんですが、聖書自体はね、そんなに細かく書いてないんですね。ただ夫が妻に離縁状を渡して離縁するということは、まあ書かれてあるのでね、まあそんなことあるのかなっていうぐらいなんですよ。で、いろいろ考えてたわけですね。はい。ということで、まあこれ今ね、夫が妻にって言いましたでしょ。で、妻が夫にはないんですよ。ね、こんな人とっていうのはね、彼らそんなに話してないんですね。というのは結局男中心です、ね、男中心です、まあ、男がある意味で好きなようにできるわけです。気に入らんなと思ったら離縁する、ね、女性には選ぶ権利がないみたいな感じで、非常に女性はね、虐げられてるっていうような感じがしますよね。でもですね、全体的に見たらこの聖書、旧約聖書というのは、この女性に対してですね、非常にこの地位を認めてるんです。この当時の、2000年前ですよ、この当時の他の社会から比べたら、随分ユダヤ人の女性というのは、ある意味で、たっ飛ばれたというかね、地位が高かったんですね。今の状況とはまるで違いますよ。今簡単に言えば、私たちはこの旧約聖書や新約聖書のいい影響を受けて、この
女性の地位というのは上がってるんです。けれども今から2000年前その周りの社会はそんなことありませんでした。この聖書というのは女性に対して非常に高い地位というかそういういわゆる人権ね女性の権利ということを非常に大切にしています。でこれはですね今でもユダヤ人たちはこのいいこの伝統をこう引き継いでいるあのわけなんですね。英語でですね11種マザーと言いますと11種マザーこれユダヤ人のお母さんこれは、まあ、日本語に訳しますと教育ママというふうに訳すこともできます。ユダヤ人のお母さんって言ったらこの教育に、ね、熱心だな。でその教育に熱心というのがこの女性の非常に大きな役割だというふうにユダヤの社会では考えられているわけですね。そして、この十一種マザーはですね子供のことをねすっごくこう大切にしたり、まあ、気を使ったり養育するんですけどね、アメリカにこんなジョークがあるそうですね。ジョークですから説明しませんよ。しませんかよく聞いてくださいね。アメリカのジョークにこんなジョークあるそうです。おいおい、イエスというのがユダヤ人であるというのをね、なんかどうしてわかるんだとみたいに、ある人が聞くと、このイエスがユダヤ人であるということをね、知ってる人がこう言いました。それはね、イエスのお母さんマリアが、イエスが30歳にもなっているにもかかわらず、ね、ベタベタしてた。近くにいつもべったりおった、みたいな。っていうのがこれアメリカンジョークなんですね。説明しますね。はい。これはですね、普通、まあ、いわゆるアメリカ人というのはですね、まあ、アメリカ的な文化というのは、大きくなったらね、もう成人したらもうすぐ独立と。ね、すぐ、まあ、例えばもう大きくなったら自分の部屋を持ち、ある程度なったらもう独立して別の家に住むとかいうね、そういう独立心をこの養うという割とよく言われるんですね。ところがユダヤ人というのはですね、まあある意味でいつまでたってもその子供のことをよくね気にするし、こう心にかけると。でイエス様は30歳になって交渉外に入られて、この時ね30歳も過ぎてるんですけど、この時にマリアがですね、お母さんのマリアがこのまあそのお供したりとかね、よく出てくるんですよ。出てくるので、これはね、もうユダヤ人典型の親子やなと、まあ、そういうジョークなんですね。で、確かに福音書の中にはヨセフね、最初しか出てこないんです。で、マリアはイエスの十字架のところにも出てきました。で、一般的には多分ヨセフは早く亡くなってたんじゃないかというふうに言われてるんですけども、確かにもしかしたらね。ヨセフは影が薄かったので出てこないかったかもしれない。で、マリアはね、ずっとこう、イエスのそばにいたということがよくわかるんですけども、そんな風に、このお母さんは子供を非常に面倒を見るし、また子供もね、お母さんに対してすごく尊敬する。で、お母さんは、その子供の面倒を見るためにですね、ある意味で、宗教的な義務とかね、礼拝を免除されてるんです。今でもユダヤ人の家族は、よくシナゴーグという教会堂に行くんですけどね。行くんですけども、基本的にはその教会堂で働くのはほとんどお父さんなんです。男なんですよ。で、女性はほとんどその義務を免除されて、女性は家庭でね、特に子供たちの面倒を見るということで忙しくするそうなんですね。ですから子供たちも特に母親に対しては非常に尊敬、しがちなんですね。それプラスですよ。それプラス、この、まあ、箴言のね、一番最後には、この奥さんに対してね、すっごい、この、まあ、ベタ惚れみたいな、ベタ褒めみたいなところ、聖書の箇所出てくるんですけども、今でもユダヤ人の家庭では、安息日という、この、ね、神様を褒めたたえるために一日休む時がある。この休む時にね、この、祈祷書という、お祈りの本をね、使ってお祈りするんですけど、その祈りの中に、奥さんを褒めたたえる歌がいくつもあるんです。
ね、ちょっと紹介したいと思いますね。聞いたことないと思いますからね、例えばこんな祈りがあるそうですね、どんな宝石もあなたにかなう輝きはない。んこれね祈るんですよ、ね、どんな宝石もあなたにかなう輝きはないって、ね、夫はあなたに絶大な信頼を置いている、ね、まあ、これ祈るのは夫ですからね、私はあなたに絶大な信頼を置いている、ね、あなたの舌から発せられる言葉はいつも英知に満ちて家族を導いてくれる。他の美しい 女性がいてもあなたのそれにはかなわない。あなたこそ私の家族の誇りであり最高の女性だ。あなたが妻で言っていることを神に感謝する。こういうことをね、ちょっと義務的なんですけど祈祷書に書いてるから祈るんですよ。でこの祈られて嫌な奥さんないですよね。でこれはね今でもやってるんですよ。今でもその祈祷書の中にこういう奥さんを褒めたたえるというそういう祈りがあるわけですね。ということで女性に対してね、役割は違うけれども神様に与えられた働きがあるんだということは、これはですね、この旧約聖書の中で伝統でずっと生きているユダヤ人の家庭の中ではこの普通のことなんです。普通のことなんですね。でですね、今でもそうですから2000年前でも他の社会に比べたら随分妻の地位は高かったんですがですね、それでもこんな状態だったんですね。で、この質問をした時にイエス様はあなた方が言っている律法にかなっているかどうかということでね、イエス様もそのモーセの律法についてこの語ったわ、返答したわけですね。モーセは何と命じていますかと。でモーセというのはこの時代よりも1500年前の人です。1500年前にモーセが神様から教えられたその与えられた律法を使ってユダヤ人たちは生活していましたが、その律法についてまたこれ論議しているわけですね。そして彼らは言いました。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しましたと。これ私ちょっと言いましたね。何か、恥ずべきことを見つけたら離縁してもしゃあないかなみたいな、そのことを言ってるんですよね。でその時にイエスがですね、なんて言ったかというとね、これねある意味でもうとんでもないことを言ったんですよ。もう一遍読みますね。モーセはあなた方の心が固くななのでこの戒めをあなた方に書いたのですと言いましてね、実はモーセがこの書いたのは、本当はね書きたくなかったというか、本当は神様の本心じゃなかったんだ。本当はこんな律法を作りたくなかったんだ。離縁状を渡して妻を離縁してもいいって、離縁しなさいっていう、ね、そんな言葉は本当は出したくなかったけども、なんとあなた方の心がね固くななので書いたのですって言ってね、まあ言えばね、あなた何様ですかって、ユダヤ人から見れば、ユダヤ人というかこのパリサイ人たちから見ればね、モーセのことがなんか全て分かってるかのようにですよ、神様のことがよく分かってるかのようにね、こんな風な言い方をしたんですよ。そしてイエスは続けて6節、創造の初めから神は彼らと男と女に作られました。要はこの結婚というのが一体どういうふうに定まったのかということを、この人類の創生までバックしてね語られたわけです。で今日の最初のテーマの神が定めた結婚ということだったんですよ。で結婚というのはね、一般的には私たちがずっと社会生活を営む上でこのまあシステムというか、人間が考え出したこの制度みたいに考えている人が多いと思いますね。それ以外学びようがないですよね。でも聖書はそう言ってないんです。聖書は人間が考え出したんじゃなくて、これは神様が結婚というものを人間に定めて教えたんだというんです。で神様は最初から男と女に作って、そしてこの男がこの
人の女と結ばれて結婚関係に入る、二人は一心同体となるという有名な話ね。それを神様が決めたんだというんですよ。でこれね、初め一番最初のこのルーツは何かということを、これをですね知るというのは私たちの非常にこのいろんな問題を解決するポイントになります。もともと結婚というのは神様が定めたんだ。でもここで心が固くなって出てきましたけども、人間が心が固くなり合いまして、そして神様から離れてしまって、この神が定めた結婚をですね、ある意味でこの台無しにしたというか、このめちゃくちゃにしてしまったというのが聖書が語っているいわゆる結婚についてのメッセージなんですね。さてですね、ちょっとね、最近私が経験したことでこのことを考えていきたいと思うんですが、皆さん今ですねここにねプロジェクターがあります、ね、このコロナ以降を皆さんに聖書を、ね、開いてもらわなくていいように御言葉を、ね、前に掲げるなんて、もうそれ以来ですねこのプロジェクターが非常にね、役に立ちましてですね。でね、このプロジェクターというのは使い方がありますね。使い方があります。であまりでもね、そんなに難しい機械じゃないので、つなげたらスイッチ入れたら映るので、そんなに読む人ないと思うんですけども、でこれですね今ついてますけど、つけたくない時ですね、ここにねリモコンがあって、ね、ボタンを押すんです。ここでって押したら消えるんですよ。でつけたらね、つくんですよ。ところね、これちょっと分かんなかったんですね。これリモコン全部英語でね、画面消えるとか書いてないんですよ。で大体こういうリモコンっていうのはね、どっかに入れてますから、いつも出してないんで、もうすぐ背番になるから。さあこのプロジェクトはいつも使ったんですけど、ある人がね、今はまあずっと見せていいんですけども、邪魔なので見せたくないと思ったんです、ね、でこれをこの存在を知らずにですね、どうしたかと言いますとね、ちょっと邪魔やなと思ってね、こうしたんですよ、ね、こうしたんです。見えないから。でね、今一瞬はね別にいいんです、一瞬ぐらいは。ところがこれずっとしてますとね、これ明るいでしょ、すごい熱持ってるんですよ。でファンが回ってこれ熱いの出してるんですね。これ熱いんです今。でこれに今のやりますとね、機械に非常に悪い。そしてある時この前の画面がね、滲んでるんです。滲んでる、いわゆるね、ボケてるんですよ。で、ピンと合わせてもね、これね、今ピンと合ってるでしょ、目の検査じゃないです。これこんな感じね、ボケるんですよ。で、どうやってもボケるので、メーカーに相談したらね、実はこれ、ちょっと故障してますと。っていうので、送って、そして今治ったんです。ね。10ヶ月前ぐらいに買ったんですけどね。ということは、保証期間ない、ね、期間内なんですよね。保証期間内なんですけど、原因はね、バレるんです。ね。普通の使い方じゃそんな風にならないから。どういうなったかというとね、レンズが中で溶けちゃった。レンズが中で溶けちゃったね。でこれは普通の使い方ではなりませんので、これは使用者のこの、ね、使い方がダメなんですということで、全部私たちが払った、ね、うんまえん、ね、うんまえん。でこれはですね、本来そういうことの、そういう使い方をするもんじゃないんです。で別に固くなったわけじゃないんですけども、よく読めばいいんですけど、いや大体ね機械でね、そんな一回止める、まあそのスイッチ止めるという手もありますけど、止めたらまたつくのに時間かかるから、
だからね、絶対こういうのあるはずなんですよね。あるはずなんですけども、まあ普通その説明書読まないから。でね、最大の問題はね、別に全員に文句つけるわけじゃないんですけど、このボタンがね、このボタンがね、ここについてないんです。で、ここについてないからその人は探したんですよ。俺と消すとこないかなって。でも、ここにないから、ないなってことでかけちゃったんです。それがちょっと多分小一時間かけたと思いますね。で、やった。で、リモコンにしかないんです。ね、不親切じゃないか。でも、これはね、そういう言い訳は無理なんですね。ということで、この使い方を誤るとですね、故障します。そんな使い方をする設計にはなってないからです。ね、ただ、これ見て今ね、わかりますように、この問題につきましてはですね、これはね、弁久という、聞いたこともない会社でしょ。この弁久という会社に連絡をして、そして修理に出しました。ね、どうして弁久に電話したかというと、弁久のメーカーだからですよね。いつも言いますね。メーカーというのは、そのいわゆる作った会社ですね。ザ・メーカーって言ったら神様のことです。大文字で M 書いたら、ザ・メーカーって言ったら作り主のことです。神様が私たちを作ったというのが聖書は語っていることです。そして神様がですね、ただ作って終わりだけじゃなくて、私たちの歩み方についてもね、人間の歩み方についても、聖書を通して、まあ、最初は聖書じゃなかったんです。最初は口頭でした。それを使ってね、私たちにいろいろアドバイス、してくれてるんです。取扱説明書みたいな感じで、私たちにアドバイスしてくれてるんですけども、それをね、人間はね、ある意味で無視しました。そして自分たちの好きなような方法で、それを使いますとね、壊れます。ね。そして壊れたんですけど、この場合はね、メーカー分かってるから、メーカーに連絡します。そしたらメーカーは直せます。人間の場合、問題が起こった時に、メーカーを知ってる人は、神様を見上げることができます。そして、何か解決策はないだろうか、ということで、考えを神様に向けることができます。メーカーね、に向けることができますが、神様を見失いますとね、持っていきようないんですよ。だから自分たちで考えないといけないんです。で、こういう機械の場合は、自分で直そうなんて夢にも思えません。ね、でも人間の場合は、メーカーを見失った時に、いや、自分たちで直さなあかんやろとかね、自分たちで直せるんだっていうふうに思うわけですね。そして、人間やめるわけいきませんから、結局どうしようかとなった時に、この神様を、の心が分からなかったり、結婚についてですね、ちゃんともう学んでなかった時にね、もう腹が立ったら、もうこんな状況になったら、もう離縁状渡して、もう離縁してもしゃあないやないかというふうになったわけですよ。そういう状況が続いて、心は固くなままだったので、モーセはもうこれは仕方ないなということで、離縁状を渡して妻を離縁するということを許したんです。でも最初からそうだったんじゃないんですよ、というふうに聖書は語るわけですね。これはですね、こういうことはね、よくあるんです。神様から外れてしまった段階で、人間というのは非常に混乱するようになりました。そして今私たちはね、この今でも今神様が定めたって、そういうことを全然信じなくても結婚っていうのをやるじゃないですか。で、ある人は教会でやるでしょう。神様信じてないのにね、誠の神様わかんないのに、誓ったりとかするでしょう。だからそういういわゆるね、名残みたいな残像みたいなのを使って、人間は一生懸命生きていってるんですね。でも本来私たちが見なければいけないのは、この創造の始め、神様はどんな思いで、どんな目的で作ったかということを、またこういう制度を定めたかということを知るとですね、随分解決が早くなったり、分かりやすくなったりするというのが聖書が語っていることなんですね。この今日のこのまずこの箇所からですね、神様のことを少し覚わされました。神様はこんな心が固くなった時ね、
もう人間はもう私を無視してね、こんなことをするんだったら、もうすぐ、もう用なし。例えば、このね、人間が作った製品ですね、これはまだ、作られて間もないのでね、製造が終わりました。それから何年間は部品を用意します。ところがね、これ何年間も過ぎたら、もう修理できませんよ、メーカーが。でも、なぜかというと、部品を持ってないからです。で、それは法律で定まってるんですね。製造が終了してから何年間は部品を置いときなさいっていうのがあるんです。で、うちのあるものが壊れましてね、電話したけど、ダメでした。修理できませんと言われました。それはもう、製造の終了から10年ぐらい経ってるから。だから、製造メーカーでも修理できないということあるわけですね。で、そうなったらどうしますか？もうこれね、ゴミです。ですから私たちが買いましたから、もう用がなくなったら捨てますね。でも皆さん、神様は人間を作って、そしてこの人間がね、まあ好き勝手なことをする。自分のことを、神のことを顧みない。でもそういう状況を見たときに神様は、もうこれはね、ジャンクだなと、ゴミだなと、すぐ捨てることはしなかったというんです。そして何とかこの人間が私に立ち返るように、神様に立ち返れるように、神様は待ってくださいました。自分たちでいろいろ悩んでるんですね。で、ある人はその中で神様を見出します。で、そのすぐ神様は、この人間なんかもうゴミだ、いらないっていうんじゃなくて、待ちました。それだけじゃなく、人間の自由意志というものを最後の最後まで尊重してくださいます。例えば、神様から離れてね、心が固くなった時以来、人間はいろいろ自分たちで考えました。で、自分たちで考えたようにね、ある程度できるんです。自由意志与えられてるから。だから今でも、結婚のね、いろんなことを考えながら、この社会としては、なんとなくね、結婚制度も終わらずに進んでるわけですね。神様のこの忍耐というかね、配慮みたいなのを考えさせられるんですけれども、まあですね、皆さんちょっともう結婚なんてもう遥か前から、別にどうでもええわみたいな感じかもしれませんけど、皆さんはですね、結婚に対してね、どんなイメージがありますか？結婚って本当素晴らしいなと。もうすっごくもう結婚によって祝福されて幸せになったなーって手を挙げてもらえませんからね。いう人とですよ。もう結婚したためにどれだけもう大変やったかと。ね。で、結婚自体はね、素晴らしいものなのに、この結婚をどう捉えるか、また結婚をどうするかによって、もう絶好調にもなるしね。最悪にもなるわけですよ。もうどれだけこの人間がこの結婚によって祝福をもたらされたか、また同時に、どれほど人間はこの結婚によって悩まされ、苦しめられね、そして不幸を背負ってしまったかというのはもうこれ、枚挙にいとまがないですよね。ですから、いいこととね、悪いことがもう混同してるわけですよ。で、特にね、もう絶対は、これ絶対ね、絶対はないけど、やっぱりね、結婚に対して非常に大変だったなっていう人多いと思うんですね。で、これは結婚自体が変なんじゃなくて、おかしかったんじゃなくて、また、ある人はそういう見たり聞いたりした時に、もう結婚自体もなんかめんどくさいとかね、大変やとか言って結婚しないっていう人、若い人にある程度いますよね。でも、聖書から見たらね、それ残念だなと。結婚自体は神様が定めた素晴らしい祝福の方法でもあるにもかかわらず、この神様から離れて固くなになった時ね、人間はこの結婚をうまく用いることができなくなってしまいました。はい、これがですね、残念なところです。でも、メーカーにね、帰れば希望あります。はい。一つ目の、テーマは神が定めた結婚ということでした。はい、二つ目に行きます。二つ目の話題です。二つ目の話題は今度ねガラッと変わります。で、今もう結婚のことね、もう全然関係ないわという人もう終わりですからね。はい、次の話題行きますよ。はい、二番目の、ポイントは
金持ちの青年の無念ということです。話が大きく変わりましてね、今度は一人の人がイエス様のもとにお願いしに来たみたいな、質問しに来たみたいな話がその後出てくるんですね。この話をまた少し、また簡単に見ていきたいと思います。はい、テーマは金持ちの青年の無念ですよ。はい、ではいきます。17節、イエスが道に出て行かれると一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をしたら良いでしょうか。18節、イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良いお方は神お一人のほか誰もいません。19節、戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。あれね、これも旧約聖書のいわゆるモーセの実戒っていう風のね、特に後半の部分、ね、ですから二重戒が戒め、ね、モーセの実戒ですね。このことをこの人に言いましたよ。するとイエスはその後に言いました。さあ、その人はイエスに言いました。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきましたという箇所ですね。はい、この後また続き見ますけども、さあ、この人って書いてますけど、他の箇所見ますと青年って書いてます。で、この後ね、まだこの後からは金持ちって書いてますので、ですから金持ちの青年の無念というテーマになりました。この青年は皆さんどう見ますか。すごく立派と思いません。はい、まずですね、無念の一つ目、いろいろね無念があるんですけど、これ金持ちの無念じゃなくて一般的なあれですね。一つ目はね、無関心。この人は、この金持ちの青年はね、無関心でなかった。だからいいんです、いいんです、いいんですけどね、一般的に私たちが、この聖書から見てね、残念だと思うのはね、これまずね、無関心。無関心というのはこの青年が何て言いましたか、ここね、良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらいいでしょうかって、こんなね、普通尋ねられないでしょ、ね、金儲けするにはどうしたらいいでしょうかとか、成功するにはどうしたらいいでしょう、いい大学、いい高校に入るにはどうしたらいいでしょう、聞くかもしれませんけど、永遠の命を受け継ぐためにはってね、こんな誰からも私聞かれたことありません。一般の人からね。でもこの人は、そういう関心を持ってたんです。素晴らしいですよ。でも、一般的にはそういうことに対して無関心じゃないでしょうか。多分ここにいらっしゃる方も、小さい時からね、永遠の命を得るにはどうしたらいいかっていうことをずっと悩んでたという人は多分いないと思うんです。で、もっと身近というかね、もっと卑近なことを、考えたり質問したりしたと思うんですよ。でも聖書から見たらね、こういうことを考えれないって非常に残念だなと言います。聖書から見たら確かにお金も大切です。この世の成功も素晴らしいでしょう。けれども一番ね、大切なのは、私たちが求めるべきは永遠だというんですよ。永遠の世界、永遠ね。それから命、本物の命、これを求めるのが実は一番人間にとってね、この素晴らしいことだというんです。ところがそれに対してほとんど無関心です。無関心です。で、ちょっとこの間ですね、本をね読んでたらですね、100歳の先生というのがいましたね。精神科医の、これもね、女性の方なんですけど、2017年ですかね、日野原茂明さんってね、聖路加病院の、この方は105歳でした。
105歳でしたね。もう最後まで現役でしたね。で、私その本見たときに、この方は女性だったんですけども、100歳超えてね、まだ現役の精神科医だということで、すごいなと思って、まあちょっと読んだんですね。で、ちょっと前の本だったので、元気なんかなと思って、ネットで調べたらね、残念、亡くなってました。今年の1月に、お亡くなりになってましたね。高橋っていう先生なんですけども、女医さんなんですけども、この先生がですね、こんなふうに言ってるんですね。この先生はもう本当に、30歳で先生になって、そして50代で会員、お医者でね、その独立してですね、そして地域にも非常に貢献した人なんですけど、この先生がね、100歳ぐらいの時に、こんな風に言ってるんですね。年齢を重ねて死生観、生きる死ぬことについて問われることが多くなりました。ね、ズバリとお答えしたいところでなのですが、死についてはよくわかりません。実際にあの世を見てきたわけでもないし、仕方ありませんね。取り立てて信仰などがあるわけでもありません。お恥ずかしいのですが、私の死生観は体調次第でコロコロ変わるというのが実際のところなのですと。元気な時には年老いたんだからもういつ死んでもいいって威勢よく言うけど、でも病気になったらやっぱり生きたいなと思うみたいな感じで、状況によってコロコロ変わるっていうんですね。その方がお亡くなりになったわけです。で、要はね、もう本当に自分の残り人生が少ないなと思っても、この永遠とか本物の命っていうことについてね、こう考えようとしないという人が多いわけです。で、これはね、非常に無念、残念です。ところがね、この人のことについては、どうして取り上げたかというとね、ちょっとね、私ね、希望を持ってるからなんです。全然知らない人なんですけど、実はこの人が医者になったきっかけは、オービリン大学とありますね。オービリン学園とか、桜に美しい林。このオービリン学園を作った清水康蔵という、この人元牧師なんですけど、この牧師との秘書をしてたそうです。若い時ね。で、この牧師に、あなたはこれからね、女性が活躍する時代だよということで、医者を目指したらどうだろうかということで、途中で彼に勧められて、お医者を目指したそうですね。ですから、牧師と関わりあるし、その本の中に、私がね、このすごく好きな聖書の箇所がありますということで、放蕩息子の例え話をですね、わざわざその本に引用しましてね。そして、ちょっと変わってるのは、一番最後のところにこの放蕩息子が自分が悪かったと思って改心して、お父さんのところに帰ってきてね、お父さんも本当に手に対して罪を犯し、あなたに対して罪を犯しました。すいませんでした。私をですね、雇い人の一人にしてくださいって書いてるんですよ。この雇い人に一人にしてくださいということは、もうあなたに使えますというふうに答えてるんです。そのね、言葉が非常に好きだって言うんですね。そして私はもう何度となくこの言葉、雇い人の一人にしてください、要は自分が本当に、自分って大したもんじゃない、人のためにこの仕えていくことが、自分にとって一番必要なんだということをいつもで自分で思ってるって書いてるので、いや、もしかしたらね、このイエス様のことをより深く知っていたかもしれない。本に出てこないのでそれも分かんないですね。ということで、多くの人は無関心です。そしてそのままこの神様が用意してくださった永遠とか永遠の命っていうのをね、この掴まずにね、去っていくわけです。とても残念です。でもですよ、この人は違いました。先生、永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいでしょうかってわざわざ見舞いにひざまずいて尋ねてるんですね。これ素晴らしいです。でも二つ目の無念、これからこの青年に関係します。この二つ目の無念はね、これね、彼の自負心なんですね。
これ彼は自分でできると思ってました。いやもう自分は永遠の命を持ってるんじゃないかなって思いました。その言葉は何によって分かりますか？これです。イエス様が殺してはならない、監禁してはならない、盗んではないというね、あなたはこのことを、戒め知ってるでしょって言った時に彼は何て言いましたか？その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれら全てを守ってきましたって言ったんです。で、皆さんだったらどう答えますか、ね、皆さんだったら多分、いや多分じゃない、同じこと言ってるかもしれない。私は少女の頃からそれら全てを守ってきましたって言うかもしれない。なんでか言うたら、殺してはならない。お、殺してないなと。ね。監禁してはならない。まあ、多分してないでしょうと。してないで自分で考えてください。で、盗んではならない。一回も盗んだことありませんか？一回も。そういう人いるでしょう。偽りの証言。嘘ついたことあるけど、証言までね、そんなことないなと。騙し取ったこともないなというふうにして、お父さんお母さん敬ったし、と思って、もしかしたら、私も少女の頃からそれら全てを守ってきましたって言うかもしれないけど、この男の人はね、それを自信持って言うことができたんです。私はね、本当全部守ってきましたって言ったんですよ。で、この言葉に対してイエス様はですね、ちょっと心痛められました。なぜかというと、それら全てを守れるような人ね、人間にいないと聖書は言うんです。例えばこれ有名な話、ここでも語ったと思います。殺してはならない、確かに人を突き刺して殺さないかもしれないけど、でもその人に対してお前なんかいない方がいいとか、こんなんこいつなんかいなかったらいいんだとか、バカ野郎とかね、そういう言葉で人を殺すということもあるんだよ。女性を情欲を持って見た者は心の中で勧誘しているのと同じなんだよ。人のものが欲しいなと、ね、思って、なんとかもらえないかな、なんとか取れないかな、でも見つかったら怒られるし、バレたらやばいからやめとこうとかね。でももうそれは心の中で盗んでるんだよ。要は神様は私たちの心をご覧になる、私たちの動機をご覧になるということを聖書は何度も言ってるんですけども、その本質ね、その本質、それがね、この彼には分かんなかったみたいなんですよ。いや全部守ってきたと、いやお父さんお母さんも敬ってきたと。でそこでね、イエス様はこれはですね、究極の宣言をされたわけです。究極の宣言、これイエス・キリストがこの人に対して言った言葉、それがその次に出てきます。21節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。と言ったんです。わかりますね。全部売って、全部施せって言ったんですよ。そしたら、あなたは天に宝を積むことになるよというふうに言ったんです。さあ、皆さんこれを見たときね、初めてじゃない人はね、もう何でも知ってるからもうね、寝ちゃうかもしれませんけど、初めてここ読んだ人とか、あんまり今まで聞いたことない人が、これを見たときの反応、聞いてみたいですね。で、私はこれを見たときですね、ひどーと思ったんですよ。厳しいというかね、意地悪やなとかね、イエスに対していいイメージは持たないです。私は最初これ見たときに、だってですよ、この青年いかにも優しいというかね、ちゃんとしてる青年に見えて、その青年をですね、いじめるかのようにね、そんなまだ足らんぞと、全部売り払って全部与えへんかったら天国なんか行かれへんぞみたいに、めっちゃ厳しいなみたいに思うんですよ、私はね。でもイエス・キリストはなぜこれ言ったんでしょうか。この赤でしたんですが、赤にあまり見えないんですけど、イエスは彼を見つめ慈しんでって言いましたね。ですからイエスはこの彼をですね、
叱るために言ったんじゃないんです。彼のことを本当に同情して憐れんで悲しんで言ってるんですね。あなたはね、一つ欠けたことがある。で、どういうことかというと、これはですね、私たちはこの実は聖書が言ってるような完全な人間には私たちは到底なれません。心固くなになって なまってしまいました。神様から離れてしまいました。そして私たちは隣人を自分自身のように愛することはできません。できないんです。できないんですけどね、この人はね、できると思ってたんです。自分はできてると、自分はもうこのままで天国に行けるというふうに思ってたんですよ。で、イエス様は、いや、それはね、不完全なんだよって言ってるんですね。で、この不完全だという、これ、実はね、人間の感覚っていろいろ違いますよ。旅行会社がね、いろいろアンケートを取った時で、この日本人っていうのは非常に潔癖症だっていうのが分かったそうです。で、どんなんで分かったかというと、ホテルに行きました。ホテルに行って、シャワー室に髪の毛が落ちてました。ね。腹立つと思いますか？思いますか？あのね、思うって思った人の率が、日本人ね、世界一なんですって。世界一。日本人、これ旅行会社が、アンケート取ると、日本人でね、シャワー室に髪の毛が落ちてたら嫌だと思いますかという質問に対して、嫌だと思うって言った人が日本人は 38% いたそうです。で、ところがね、スペインは36、メキシコは32、韓国は31でしょ。香港で 19%。アメリカ 17%、シンガポールなんか 14%、日本人の3分の1近くが、シンガポールの人なんかで、いや、気にせえへんって、髪の毛落ちるしと、思うのに、日本人はね、実はね、私も思うんです。そんな高級ホテルじゃなくてもね、例えば浴槽に髪の毛が1本落ちてるだけでね、髪の毛もったいないことするのはそんなんじゃなくて掃除したんやろうと思うんですよ。で、洗面所に髪の毛落ちたりとかね、したら気になるタイプです。私はね、線が細いですからで、これは私だけかなと思ったら、そうじゃない。日本人ってどっちか言ったらそういう人が多いんです。で、これ感覚だから、悪い良いの問題じゃないですよね。神様の清さっていうかね、神様の潔癖症っていうのはちょっとこれ語弊ありますけども、神様が完璧だっていうこのレベルはね、私たちが考えてるレベルじゃないわけですね。で、この男の人は、俺はできてると思ったけど、イエス様から見たらね、いや、できてないんだけどなと思ったわけですよ。できてないんだけど思ってるんですけども、この人があまりにもね、できてるって言うから、イエス様は究極の宣言をしたわけです。あなたね、全部って、これ全部って言わなかったら、例えば100万円やれって言って やったかもしれん。1000万円やったら彼やったかもしれん。だから全部って言ってみたんですよ。そしたら彼は、怒らなかったんです。怒らなかったんです。3番目ね、無念だったのはね、これね、敗北感というかね、なんていうかな、自分はできませんという、そういう、まあ、無力感かな、無力感、自分は、できませんっていうふうに思ってるんです、22節。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら帰っていったと書いてる。で、なんで書いたら、多くの財産を持っていたからであるって書いて。金持ちじゃなかったら、もともとお金なかったらね、出すものもないから、いいですよって言えたかもしれないけど、多分イエス様はこの彼の状況知ってたと思いますよ。だから、イエス様はね、究極のこの問いをして、できますかと言った時に、彼は、悲しんで立ち去ったんです。これがね、無念。これできないって彼が無力感で打ちひしがれたのがとても無念なんです。なんで無念かと言いますと、
立ち去らせたくなかったからです。イエス・キリストはこれで悲しませて終わりと思いたくなかったからなんですね。時間の関係でね、はい、これ、あ、これ、あ、じゃあ、これ見よう。あ、じゃあ。これいこう。はい。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。イエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。って書いてまして、皆さんもし金持ちの人がいたらね、心配しないでください。先進みますからね。金持ちじゃない人は変に安心しないでください。金持ちが神の国に入るのは難しいっていうふうに言われたんです。で、なぜかというとね、この地上に、この頼るものがいっぱいあるからなんです。この地上の祝福をいっぱい味わってるから、なかなかこの天上のことに、ね、頭が向かないわけなんですよ。そこに囚われてしまうから。でも、難しいのは難しいんですけども、で、弟子たちがこう言いました。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。主は言われました。イエスは彼らをじっと見て言われた。またじっと見て。それは人にはできないことです。しかし、神は違います。神にはどんなことでもできるのです。神様は、金持ちであろうがね、また、どんなものであろうが、神様は永遠の命を与えることができます。それは、私たちが神様に心を向けたらです。私たちが何かいいことができたら、与えるんじゃないんです。この青年は自分にはできません。あ、そうは思いませんでしたっていうふうにして、イエス様のもとを立ち去らなければ、実は受けることができたんです。もちろん後から帰ってきたかもしれません。そのように神様にはできるんです。神様にはできるんですけど、もし人が神様の前で無関心になったり、自分は大丈夫と思ったり、また俺はできない、できない、このままじゃダメです、無理ですっていうふうにして、イエスのもとを立ち去ってしまうならば、残念ながら永遠の命を自分のものにすることできないわけですね。はい、最後のポイントは、もう一瞬で終わりましょう。子供のような受け入れ方ということで、私たちに求められているのは、神様が用意したもの、また神様の方法をですね、素直に受け入れるということです。神様の方は決して自分の財産を捧げなさいとかね、これこれしなさい、あれこれしなさいというんじゃなくて、私のもとに帰ってきなさい。すると私が用意したと、私はできると言われる方が私たちを招いていらっしゃいます。子供のような受け入れ方というのは、このマルコの福音書のこの10章のね、13節にこんなことがあるんです。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。今イエス様忙しいんだと。こっち来るなと。邪魔するなと思って、子供たちは叱られたんです。そして子供たちを連れてきた人々も叱られたんです。けれどもイエス様はそれを見たときに言われました。イエスはそれを見て、憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。神様の国というのは、子供たちのように、この受け入れるもの、素直に受け入れるもの。こういう者たちを神様は喜ばれるんであって、それはね、邪魔でも何でもないよ、というふうに聖書ははっきり言ってるわけですね。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。今ここで語られていることね、皆さんが素直に受け入れる。これね、非常に素晴らしいことです。でも、いや大丈夫かなって思う人はね、聖書を調べてください。でも、聖書本当だな、素晴らしいなと思ったらね、素直に受け入れたらね、絶対祝福あります。後からでもね、調べることできます。また、基本的には子供っていうのは非常に素直ですね。受け入れやすいですね。
そしてもしこれ間違ったことを言っても子供は受け入れます。ある意味ちょっとアホだから、単純だから。で、問題はですね、これは受け入れる側の問題じゃなくてね、教える側の問題なんです。間違ったことを教える人は神様が裁きます。で、素直に受け入れた人っていうのはね、素直に受け入れたことを神様が、お前ね、素直に受け入れすぎやって責めることはないです。それは悪いのはね、教えた悪いことを、違うことを教えた、教えた人が悪いのであって、素直に受け入れた人のせいではありません。で、よくね、この悪いことを教えられて悪いことをする人いますよね。で、悪いことをした人は悪いことのために裁き受けますね、もちろん。でも神様の裁きっていうのはですね、その内側を見てらっしゃいますから、もしその人がどうして悪いことをしたかという時、他の人から教えられて、それを素直に信じて、それを素直に受け入れて悪いことをしたんだったら、実はそれは一番悪いのはね、素直に受け入れた方じゃなくて、そのことを、間違ったことを教えた人です。神様が見られるのは、私たちがその素直かどうかなんですよ。まず私たちが素直にこの受け入れるということがとても大切で、もう今私たちは大人なんですからね、ある程度のことはまあ、ね、見極めることができますよね。この聖書が本当だと思ったら、私たちが素直に心開いて、この心を固くなりにするんじゃなくて、この神様のことを受け入れるということはね、これは神様の祝福を受ける本当に素晴らしい秘訣だと思うんですね。まあ、ぜひともですね、まあ、あのマルコで会いましょうっていうのをいつも言ったんですけども、私たちの日常生活の中でも、この神様の言葉をですね、素直に受け入れて、固くなりになるんじゃなくて、神様の祝福を受けてくださることをお勧めして終わりたいと思います。はい、それでは最後にお祈りします。生ける誠の神様、今日も御言葉の中から見ることができて、心から感謝します。神様が定めてくださったいろいろなこと、良いものを人間は歪めてしまったり、また貶めてしまいましたけれども、あなたが私たちに救いを用意してくださいました。人にはできなくても神にはできると、どんなものも神のもとに向かうものを、見上げるものをあなたは見捨てることなく、また守り、完全に救ってくださることのできるお方であります。どうか子供のように素直な心であなたの前に出ることができますように、わからないことはわからないと素直に祈り、そしてあなたのもとに駆け寄ることができるように助けてください。あなたの祝福を感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。